はいどうもー、カツです。本日はですね、ポケットモンスターシャイニングパールの続きをやっていきたいと思います。前回はですね、コトブキシティの方へ向かって、銀河タウンとの初めてのねバトルをしまして、そしてこのソノータウンに来て少し探索をしてっていうところでね終わったわけなんですけれども、今回はその続きからということで始めていきたいと思います。いろいろとね回ってコソノータウンをこう探索してきましたけれども、このソノータウンでねピカブイのデータとか剣盾のソードシールドのデータがあるとジラーチとミュウがもらえるんですよね。でそのもらえるところっていうのがこのジェントルマンとマダムがいる場所なんですけれども、こちらのねジェントルマンの方に話しかけると、おやお前さん願い星を見たことがあるようじゃな、お主にぴったりなこのポケモン受け取ってくれんかのということでジラーチをもらうことができます。ちなみにジラーチの方は剣盾ソードシールドのねセーブデータがあるともらうことができます。ジラーチにニックネームをせっかくなのでつけましょうか。ジラーチって言うとね、映画か七夜の願い星ジラーチとかそういうのでね、やったの、もらった時がありましたよね。配布とかで、映画でもらったりとかしてね、映画館でもらって、そんで七夕の願い星っていうね、親の名前だったりとかしたりとかをしてね、もらったことがありましたよね。なので私はね、そのまま、願いを叶えようっていうことでね、七夕さんということで、七夕ってね、名前で、今回というか今日はね、そういうふうに旅していこうかなって思います。七夕様にするか。せっかくだから。七夕様にして、七夕様、どちらに送りますか。まあもちろんね、幻のポケモンだからね、ここは、メンバーにね、入れるのが、一番いいと思うんでね。じゃあ、じゃあ、どうしようかな。コロッチと交換しようかな。今回は。七夕様を手持ちに加えて、コロッチをボックスへ送りますということでね。そう。そして、お主とこのポケモンに素敵な冒険を願っておる。そう、願い星にかけてあるのかな、やっぱりこういうのも。七夕と願いっていう、ジラチ、七夜の願い星のジラチってことで、やっぱり願っておるってことなのかな。願い事ポケモンのジラチ、大切に育てるのじゃぞ。はい、大切に育てさせていただきますよ。そして、こちらのね、マダムの方に話しかけると、あら、あなた、関東でレッツゴーしたことあるみたいね。新王ではこのポケモンとレッツゴーしてくださるというわけでね、ミュウを手に入れることができます。さっきのね、マダムの言葉からもわかるように、ポケットモンスターのね、レッツゴーイーブイとレッツゴーピカチュウのね、セーブデータがあると、このミュウをもらうことができます。やはりミュウも関東地方での幻のポケモンってことだからね。やっぱりレッツゴーピカ、関東が舞台のレッツゴーピカチュウ、EV の骨。やっぱりそういう関連があると思いますね。いい感じに動き、躍動感がありますな。非常に可愛らしいですな。ミュウにネームをつけますか、つけようか。でもどうしようかね、ミュウさん。初代の幻だからね、本当の。やっぱりすべてのポケモンの DNA を持ってるってことだから、ご先祖様っていうのも面白い、あれだからな。何しようかな。でも、ミュウ、難しいな。いや、ちょっとね、悩んじゃうな、ここは。だって、ミュウが
すべての遺伝子を持って何にでもなれるからな。無限、何にでもなれるっていうことは、なれるっていうか、すべての遺伝子だからな。すべてのポケモンがミュウから生まれたとも言われているぐらいだからな。どうしようかな。やっぱりご先祖さんかね。でもご先祖さんっていうのもおかしいな話だよな。だって今現に幻のポケモン持ってるしな。やっぱりシンプルな、やっぱりミュウツーの親ってことで、そう、ミュウツーのね、ミュウの遺伝子をもらったのがミュウツーだから、それを考えて、こうするかな。で、ミュウ、1じゃなんか変だ、ミュウ1にしようかな。うん、ミュウ1にしよう。ミュウ1をどちらに送りますか？ボックスじゃねえ。手持ちに入れるの忘れた。きっと素敵な相棒になってくれるわ。うっかり見せて今手持ちじゃなくてボックスに送っちゃったんだよ今。新種のポケモンのミュウ、大切に育てるのよ。そっか、新種のポケモンなんだよな。しまった、新種だと、もうちょっと名前の考え方あったか。やっちまった。てか、もともとやっちまってるけど、いろいろと、さらにやらかしてしまった。とりあえず、そしたら、まあ、入れ替えか。ミュウ1に入れ替えましょう。新しく仲間に、七夕様とミュウ1が加わりましたってね、感じになりましたな。ポケモンの強さ見てみようか。七夕様は、真面目の性格で、そのタウンで、運命的な出会いをしたと。で、何でもよく食べるんだね。ほう、だからバランスのいい感じなのか。そして、ミュウ1。素直な性格。ちょっぴり目やっぱりで何でもよく食べると。ほう。ってことは、両方ともバランスタイプなんだな、すごく。だから、うまく育てれば、普通、かなり強くなるってことだな。かなり使いやすいのではないかと思われるというか、かなり使いやすいな、これは。すごくいいね。でも、こういうリメイク版でこうやって初めからさ、幻のポケモン使えるっていう、初めからというか序盤からさ、幻のポケモンを使えるっていうのは非常に嬉しいことだよね。だって、あの、剣盾、ソードシールドの時はもう、ピカVのセーブデータがあれ、のデータがあれば、確か V6 の、巨大マックスするピカチュウとイーブイがもらえるっていうね、そういう そういうものもあったりとかするから、やっぱりなんか前からやってると少し特典もらえるっていうのはすごくね、嬉しいサプライズ、ご褒美な感じがするなって思う、本当に。さあ、ということでね、もらうポケモンをね、もらったので、それをポケモンたちを連れてね、ミュウ1とね、七夕様もらったのでね、引き続きね、谷間の発電所方面にね、向かっていきたいと思います。その前に木の実収穫していこう。カゴの実ゲットしていこう。カゴの実ゲット。眠りに強いからね。そう、眠った時にね、カゴの実食べさせればね、眠り状態が回復できるからね、すごくいいよね。で、モモンの実ももらっていきましょう。モモンの実はね、そう、毒状態のね、ポケモンをね、毒がなくすことができるから、非常にね、毒タイプのポケモンとか使ってくる相手がいるときはね、そのモモンの実持ってるといいよね。うん？おお。
ねえねえトレーナーさん、私のパパをね、呼んできてほしいの。発電所で働いてるけど、宇宙人みたいな人に意地悪されて入れてもらえない。宇宙人って、まあ、おかっぱヘアがそんな風に感じるのか。こっち側は、今、白帯の森は我々銀河団が調査をしている。これ以上誰も通しません。調査といっても、ソナオタウンの奥の花畑で、ポケモンを捕まえているとか、発電所のエネルギーで何かをするとか、あなたには関係ないのです。思いっきりペラペラ喋ってくれるね。こちらの方は、両方とも同じですか。いやいやいや、いろいろとさ、全部話してくれるのありがたいけれども、でも言っちゃうもんね。って、行かれないよね。って、挟んでる、挟み撃ちで当たってるし、押し戻されるよね。でもしっかりと、次の場所、次どこへ行くかさ、次どこ行けばいいですよ、行ってくださいっていうのをさ、教えてくれてるのもちょっと面白いよね。これもまた、親切な下っ端のところだよな。さあ、来たよ、発電所。発電所に入るなよ。銀河団の仲間以外は誰も入れるなって。命令されてんだからさ、なんだその顔は、入りたそうな顔、ん?入りたそうだな。だったら、俺と勝負してみろ。なんか話しかけたらいきなりバトルが始まりましたね。まあそういう感じのイベントだけども、もう、銀河団の下っ端が勝負を仕掛けてきた。銀河団の下っ端はニャルマを繰り出した。ニャルマ。さあ行け、総司令官、行ってやってください。さあ、まあ、パンチで一撃っしょ、ここは。イエーイ。まあ、相性がいいからね、さすがに、そうそうやられることもないよね。さあ、倒しましたよ。おう、おう、ぐんぐん上がるミューワンがガン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 上がっていく。七夕様はレベル6に上がった。そしてミューワンはレベル5に上がったと。でも、バランスよく上がっていくのはすごくいいよな、やっぱり。やっぱそういう素直な性格とかそういうのってバランスよく育つからさ、こういう全ての能力がだからレベル上げるだけかなり有利に進んでいくのはとてもねいいと思う。銀河団の下っ端との勝負にね喋ってる間に勝ちましたね。だからこんなポケモンじゃ勝てるわけないんだよ。活動は賞金として704円手に入れたつ。よっしゃー。てか、あっという間に勝っちゃったよ。てか、相性がいいからね。なんてことだ。子供に、俺は、負けてしまった。だから、中に入って発電所キーを使えば、もう入ってこられないだろう。なぜなら、残りのキーは、花畑に行った仲間が持ってるだけだからな。そういう意味では、俺の勝ちだぜ。いや、思いっきり、場所を教えてくれてる時点で、勝利ではないぞ。ガチャリって鍵かけてるけど、中から鍵がかけられていて、開けられない。まあ、開けられなくても、もう、場所、次の場所ね、花畑に行ってくれ、行けば鍵があるってことをね、教えてくれてるからね。それは、そこに行けばいいってことだからな。ていうか、そういうのをスッと教えてくれちゃう団員の下っ端らしいところがまた、愛嬌あるところの一つだよね、ここもまた。そういうところがね、また、いいんだよな。さあ、回復を終わらせて、回復させて、まあ、ワンパンしかしてないけど、でもね、一応ちゃんと回復しとかないといけないから。そうか、白帯シティまで長いのか、道は。さあ、そして、上の方にさっき銀河団がいたから、っていなくなってるけどね、花畑に行きましょう。おや、なんか話し込んでますね。下っ端その1。さあ、黙って甘い蜜を全部よこせ。その2。そうだ、銀河団はたくさんのポケモンをおびき寄せるために、それを必要としている。はっ。おい、なんかいるぜ、どうする?うむ、誰かを呼ばれると面倒だ。まあいい、コテンパンにすりゃ家だけの話だろう。いきなりのバトル勃発。さあ、銀河団、下っ端、その1?とバトルです。銀河団の下っ端はケムッソを繰り出した。ケムッソが、来
きたですな。でも小司令官は炎タイプなので相性抜群です。てか岩石封じも効くのね、虫タイプには。でも火の粉一コロラッシャーいけーボーン。もう敵なしだよね、ほとんどこういう感じとかはな。さあ行きましょう、ぐんぐんレベルアップどんどんしていきましょう。ミュー1レベルアップ。さあカダサリスですか次は。まあ、これも火の粉でね、いけるっしょ。サナギポケモン。でも虫タイプだからね、炎タイプの技でね、やっていけますからね。そう、こういう形、一発で倒せるんですよね。いいっすね。総司令官レベルアップ16。火力がいいぜ。乱れ引っ掛けを覚えたいと。他の技を、うん。そうだね、あんまり緑引っ掛けとか使わないから、もう忘れさせなくてもいいかな。そう、そしてレベルアップ。みんなぐんぐんレベルが下がっていくぜ。銀海団の下っ端と勝負に勝ちました。だからいつまでも下っ端なんだよな、俺って。いや、俺が強すぎ、俺がね、相性良すぎたんだよ。だからね、スワンパンで一匹ずつ倒していけたんだよ。賞金として648円ゲットしたぜ。情けない。そんなことじゃボーナスが減るぜ。次は俺が相手だぜ。さっきその2だったのか、その1って言ったけど、下っ端その1が今度は相手なのか。へへ、続けて戦えば、こちらが有利だからな。割と卑怯。やっぱ、王道のザオが悪役だからな。なんか、いかにも悪い やり方だぜ、戦法だぜってやり方だな。ズバッと送り出してきたね。毒飛行タイプってことは、まあ、いけるっしょ、総司令官。さて、こちらも、岩石封じの岩タイプの技を覚えてるかね。それ使っちゃえば、ドーンってワンパンだよ、やっぱり。相性抜群。いや、強いな、総司令官、なかなかな。パワーが違う、火力がいいね。お、七夕様、スピードスター覚えたよ。星に関連してる。七夜の願い星、スピードスター的なね。さあ、銀河団とのストップとの勝負にも勝ちまして、強いポケモンが欲しい。まあ、鍛えれば強くなるよ。ズバットだって、ゴルバットに進化して、クロバットになるんだからな。活動は賞金として704円手に入れた。ありがとうございます。この子供強いぞ。すごい強い。なんていうか強いぞ。なんかすごい、一つだ、強いしか言っとないやんけ。仕方ない。ひとまず、発電所に戻るか。発電所に戻っていったのか。じゃあ発電所のか、いけるのかなこれで。あれこれなんだ、あいつらの忘れ物かな。発電所キーだって。うん。発電所の鍵だね。とりあえず君に渡しておくね。とりあえず渡されたよ。というか、下、やっぱり落としていくところが下っ端なんだよな。そういうところがな。カツ丼は発電所キーを手に入れた。カツ丼は発電所キーを大切なものポケットにしまった。さあ、行くかと思ったら、うん？君助かったよ。あいつら甘い蜜をよこせって無理やりに奪おうとしてね。おお、無理やりは良くないよね。買わなきゃ。おかしな格好でおかしなことを言って、よくわからない連中だった。確かにね、見た目はインパクトあるもんね。そうだ、お礼をしないと。これを受け取っておくれ。おお、何ですか？甘い蜜をただでくれたよ。お礼にってくれちゃったよ。ありがとうございます。その甘い蜜を甘い香りがする木に塗れば、ポケモンが寄ってくるかもね。あれ、確定じゃないの？かもねなんだ。木に塗ってしばらくすればポケモンが寄ってくるかもしれない。甘い蜜、100円で買うかね。いや、いらないっすね、今は。てか、1個買うと100円、10個、1個100円なのな。で、10個買うと1000円なんだ。少し割引してくれればいいのに。買わないとありゃりゃって感じで言うのかい。そして。さあ、続いては発電所。ん？谷間の発電所に行くか。
さあこの子のパパ、この子のパパをね呼んできてあげましょう。行くぜ。さっき鍵かけられちゃったからね、ここで無理やりガチャッと開けちゃいましょう。カード機の前に中から鍵がかけられていて開けられない。発電所キーを使いますか？使うに決まってんじゃん。ガチャリ、発電所の扉が開いた。開いたらそのままスッて入るわけじゃなくてそこで待ってたんだね。よしゃ、行くぜ。何？お前、鍵を持っているのか？鍵を閉めた意味がないぜ。つまり俺の負けじゃないか。君が言ったからだよ。花畑の方に発電所なんかそういうのがあるって言ったからだぞ。は、落ち込んで暇はない。幹部に連絡だぜ。おお、ここに幹部がいるのか。じゃあ幹部に会いに行こうじゃないか。よいしょ。おお、まずは、これは遊びじゃない。立派な仕事なんだぜ。ほう、よくわかんないことをする仕事ですか。さあ、銀河団戦ですな。銀河団の下っ端が勝負を仕掛けてきた。下っ端は迷うぞ、繰り出した。お、今度もさなぎですか。いけ、総司令官。もう火力でいっちゃいましょう。イェイ、火の国ドーン。もうほんとパワー最高でしょ。ぐんぐんいけちゃうんじゃない？これは。よいしょ。みんなレベルがぐんぐん上がっていく。よいしょ。いや、みんなバランスよく育てられるから、よかった。下っ端との勝負に勝った。仕事の邪魔をされた。まあ、一応悪いことをね、阻止するのも仕事の、こちらの任務なんでね。カツ丼は賞金として704円手に入れた。まあ、目があったらバトルするって形だからね。まあ、自然的にね、そうなるよね。邪魔することになるよねって。おや？ライオンの様子が？ライオンさん進化するんですか？ドゥッ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 。おー。進化早かっただけ。結構こういう早い進化するんだな。よりライオンさん、ルクシオになり、よりたてがみが立派になってきましたね。よりライオンらしくなっていったんじゃないですか？ルクシオのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ナンバー18、ルクシオ。電光ポケモン。タイプ電気。高さ 0.9 メートル。重さ 30.5 キロ。前足で仲間の体に膨れる。爪から流す電気のリズムで気持ちを伝えるのだ。なるほど、爪から流す電気のリズムで、いろいろと感情や思いを伝えていくのか。そうか。お、話しかけてしまう。勢いまで話しかけちゃった。電気エネルギーで何かをするらしいぜ。そうだ、そうなのか。発電所のエネルギーだね、これは。スイーッと行くのもいいけど、普通にバトルしちゃいましょう。発電所は電気エネルギー、それを集めるのが仕事だ。大人はいろんな仕事があるんだよね。さあ、銀河団の下っ端勝負を仕掛けてきた。錦いるよ、今度は。ケムソー。またもや総司令官の独断場だ。いけー、火力じゃん。ボーンと燃やしていきましょう。トーン。よーし、ぐいぐい進んでいくぜ。よー、倒しました。イエーイ。みんなバランスぐんぐん上がっていく。ニャルマを繰り出そうとしているポケモン入れ替えないね。まだここは。さあ、行くぜ。こちらも相性抜群。マッハパンチ。スポーン、早いパンチで倒していく。いい流れで行きますよ。ニャルマを倒しました。さあ、経験値上がった。ミュウワン、レベル10。レベル上がるの早いな、やっぱり。なんとなく、育つの早いのかな？ドアスで覚えた、新しく。銀河団とのストッパとの勝負に勝った。子供のくせに強い奴は嫌い。いや、まだまだ発展途中っすよ。賞金として680円ゲットしたぜ。銀河団の目的を知らないくせに、
もっとも下っ端の俺も目的なんて知らないけどな。だったら強い、そんな強い口調で言わんでもいいやんけ。下、ん？俺のポケモンはもう戦えないよ。それよりも失敗したからポケモン取り上げられる。ふん、お前なんか幹部様にやられてしまえって。おい、ポケモン取り上げられてたのかいって。おう、幹部さんですな、こちらが。おう、あたし、銀河団にいる三人の幹部の一人。今よりも素敵な世界を作り出すため、いろいろと頑張っているのになかなか理解されないのよね。あなたも分かってくれないでしょ。ちょっと悲しいけどね。だからポケモン勝負でどうするか決めましょう。あなたが勝ったらあなたが出ていく。その代わりあなたが勝ったら私たち銀河団が消えるわ。割とはっきりとしてそういうとこきっぱりしてるな。おお、銀河団の幹部のマーズ戦ですな。おお、懐かしい。よりすり、おお、リメイクされてより感じが変わりましたね。デフォルメ、可愛い感じになりましたな。まあ、結構、ダイパーの頃も割といいお姉さんかなって、可愛い、綺麗なお姉さんだなとは思ってたけれども、よりなんか可愛らしい感じになってますな。おお、レベルアップ。でもやっぱり、うちの総司令官強えな。パワーが火力が強え。よっしゃー。私のポケモンに何するのさ。いやー、戦わないといけんから戦ってるんですよ、私。おー、猫騙しいきなり来た。結構減ったな。ひるまされた。おー、よく考えると、よく見ると風景、背景も、星、宇宙の、場面から星々がなんかいろんな惑星がなんか見えるような感じになってる。グローパンチじゃあんまり減らない。あ、でも攻撃は上がるか。じゃあ次マハパンチか。そしたら猫魂が来なければ結構それなりにいけんじゃね。ああ、まだ残るか。ああ、騎士のみ使われた。おお、ブニャッとなかなかディフェンス強えな。おお、結構、あ、よく見るとレベルも同じぐらいだったんだ。やっぱり幹部は幹部なんだな。レベルが同じぐらいのレベルだったよ。よっしゃー、なんとか倒して、なんとかっていうか結構ちゃんと倒せたな、これで。相性いいからって結構いけるだろうと思ってたら結構手間かかったな。よし、レベルアップ。七夕様もレベルアップ。ミューワンもレベルアップ。銀河団幹部のバーズとの勝負に勝ちました。まさか負けるだなんて。生意気な子供ね。活動は賞金として1536円手に入れた。やっぱりちょっと気の強い感じのところとか、バーズとね、気強い感じとか、ちょっと、割といいなと思っちゃうな、俺。あらら、負けちゃった。まあ、いっか、あなたとのポケモン勝負、割と面白かったし。私も結構白熱して楽しかったよ。じゃあ、あたいたちはひとまずバイバイしちゃうから。本当に去っていっちゃったね。銀河団、とにかくポケモンやエネルギーを集めて、宇宙を作り出すと言って、まるっきり意味不明でした。意味不明なのかい、あなたも。まあ、よくわからない状態、ことも多いみたいだからな、下っ端も。下っ端ですらわからないことが多い、その組織だもんな。それはともかく、君には感謝の気持ちでいっぱいだ。やっと娘に会える。おお、帰ってきたか、娘さん。パパー、あっくさい、シャワーしなさい。いやー、無理やり働かされてたからね。トレーナーさん、ありがとう。娘さん、しっかりした娘さんじゃないですか。変な人たちがいなくなったら、風船のポケモンさん、また来てくれるよね。風船のポケモンさんってあれかな、谷間の発電、あれかなっていうか、谷間の発電所にしか出てこない、不安定が出てくるってことかな。つまり毎週金曜日に出てくるってわけだな。そうなんですよ。毎週、何曜日だったかな。発電所の前に風船のポケモンがいるんです。この発電所、風の力を利用しているのと、何か、関係あるのかな。まあ、あるんだろうね、結構。トレーナーさん、ありがとう。変な人たちがいなくなった。風船のポケモンさん、また来てくれるよね。同じセリフだった。
さあ、谷間の発電所もね、無事のところ勝ちましたからね、マーズ戦勝ったから、じゃあ次のところに進んでいこうかな。でも進むって言ってもね、まず結構 PP 使っちゃったから回復だけしとこうかな。そのタウンに入っ戻ってきました。回復だけね、まずブックマップまず回復しとかないとね、対戦は長くなるかもしれないからね。そういえば俺技マシーン何持ってたっけ。確かミュウっていろんな技使えるよね。確か技マシーン何でも覚えるっていうから、二つか、種マシンガン、岩砕きか。今は覚えさせなくていいや。さあ行こうか。そのタウンから次の場所へ。ってかアイテム何持ってた、アイテムというか道具何持ってたっけ俺。傷薬、そうか、いい傷薬があって。あれ、そうは、虫焼けスプレーか。もう少し回復系のやつあった方がいいから、この先いろいろと。状態異常系もあった方がいい、回復ともあった方がいいかな。買いに来ました。モンスターボールか、ヒールボールがか、うん、ヒールボールだと、HP と状態異常を回復させてあげることができるんだ、捕まえたポケモンの。で、ネットボールが水飛びしたいとか、じゃあ次の森のところが、白帯の森とかがあるから、10個買えないのか、じゃあいいや、とりあえず買おうかと思ったんだけど、本当は。あと、毒消しを、用意して、あと麻痺直しもやった方がいいかな。で、眠気覚ましは、まあ、ちょっと少しあってもいいかね。で、いい傷薬をもうちょっと補充しとこう。で、準備 OK かな。じゃあ、悪体の森のところに、方面にね、進んでいこうかな。205番道路って教えてくれてますね。甘い香りがする木に甘い蜜を塗るとね、匂いに誘われたポケモンが やってくることもあるんだよね。そうか。甘い蜜一応塗っとくか。じゃあ、ペタペターっと。どうでしょう。なんか、かかるかな。おーと、白帯の森に行く前にちょっと勝負してくれよ。おう、俺もちょうど準備しときたかったんだ。さあ、俺、バトルしようぜ。キャンプボーイのヨシキが勝負を仕掛けてきた。ポニータですか。ここでポニータとかゲットできるってことか、そしたら。ほう。おっと、岩石封じでいけっかな、炎タイプ相手は。というか、自分の弱点をちゃんと、弱点の岩タイプを使えちゃうっていうね。おー、鳴き声で攻撃を下げられてしまった。どうしようかな。勢いスピードで勝負するか。マッハパンチ、よーし、いったろ。よしよし、いけたいけた。さあ経験値もらって、おー、ぐんぐんさ、ま、上がって、よーし、勝負で勝ったね。僕の気分盛り下がったよって。いやいや、目があってバトルして盛り上がったらよ、こっちは。さあ行くか、ぐいぐいと。これ、アイテム取ろうと思ったら、ちょっとね、勢い余って切ったら、この人に出会いましたな。山がなくても山とこう、ガッハッハ、行くぞーって。山ところ、山がなくてもって結構山、あ、そうか、ここ森に近いところか、森の合間のところか、だから山というわけではないのか。でも背景はなんかすごい山っぽい感じの背景だけどね。さあ、マッハパンチ。石粒って相手でもね、
いけちゃうよ。なんか残っちゃったけど、バッハパンチでいいっす。一気にぐんぐん倒していけると思ったけど、意外と残るもんだな。よいしょー。ワンパンかと思ったらツーパンだったね。まあ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 。てか4匹いるから結構大変かも。でもレベル上げにはちょうどいいかもしれん。次、ワンリキーか。ワンリキーは、七夕さんは相手でもいいか。だって、格闘にエスパーはいいもんね。でも、ただ、鋼タイプも持ってっかんね。そこのところがあれだけども。でも、念力で先に倒せれば、いけんじゃないかなって感じでやってみましょう。よーし、よし、ワンパンでいったね。ナイス、いいですね。ワンパンでいければいい感じにいけっしょ。うん、レベルもバランスよく上がっていくしね。よし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 。いいよ。次、石つぶてか。エデカエンと。じゃあ次、ベルサイユ行ってみましょう。ベルサイユさん、よろしく。UK。よいしょ。まだつぼみのままだけどね。早く花咲くといいな。早く花咲かせましょうよ。って。さあ、吸い取っちゃって。おお、こっちの方がいけちゃうっていうね、そして。まさかの一撃でいけちゃったって。ムクドリさんもレベルアップ。いいよ。いい流れっすよ。次、ビッパスか。格闘の技は、総司令官だったな。いけい。レッツゴー。さあ、格闘の技で一気に締めちゃってください。いけー。グローパンチ。ドーン。はい。一撃。さあ、いい感じですよ。レベルアップはしなかったけど、山とこと勝負に勝った。おう、爽やかな戦いだった。どっちかというと豪快な戦いだったような気もするけどな。活動は賞金として616円を手に入れました。しゃあ。さあ、アイテムもらった子、プラスパワー。プラスパワーは、攻撃アップできるんだよね、センター中のに使うと。さあ、行こう行こう。ソノーと白帯の間って長いだろ？だから勝負だ。どういう理屈ですか？まあ、勝負はね、受けて立ちますけどね。キャンプボーイの公平が勝負を仕掛けてきた。石粒ですか？マジか、石粒出てきましたか。いけ、行っておいで。リボンコ総司令官、頼みまして。グローパンチ。で、倒せないかな。あ、倒せない。残っちゃったね。攻撃がアップ。おお、砂嵐できたよ。砂嵐で全体的なダメージが来るじゃないですか。じわりじわりときますね、これは。でもそんなの関係ないで、マッハパンチで瞬殺じゃ。おやー。はい、勝ちました。はい、倒しましたね。いいよー。うわ、なんか岩山と砂、相まってすごい砂嵐の雰囲気がすごい荒々しくなっている。おお、勝負に勝ちました。もう戦えるポケモンがいないって。いやいやいや。まあ全力を尽くしたって証拠だわな。ああ、読む前にスピードよく動いたね。お得な掲示板、バックのポケットに入れる道具はその道具の種類によって、自動的に振り分けられます。とっても便利。まさにトレーナーの必需品。確かに助かるよね。初代の赤緑はそういう分類分けとかなかったもんね。今じゃ、もうそういうのが当たり前だったりもするけれども、一番最初はそうじゃなかったもんね。そんで20個、アイテムも20個しか、まあ基本は持てなかったりとかもしたもんね。おお、そして山男さんとのバトルでござる、ガンジさんですな。さあ、曰く相手にどう行く司令官。まあ行くのはもう格闘技一本増しなんだけど、お、マッハパンチで結構行くな。って急所に当たったんかい。
おお、岩落としされた。岩落としでもまだ大丈夫なんだね。おや、いけ、どうだい。よしよし。岩クさん倒しました。じゃあ、ミュー1レベルアップ。山男との勝負に勝ちました。迷えるトレーナーは勝負でお勝てずって。活動は賞金として728円手に入れましたよ。山で迷い続けていつしか山男になってしまった。迷ったらそんな風になるのかい。そうなるのかい。おっと、勢いよく余っちゃってきちゃった。おっす、手加減なしで行きますよ。おお、こっちも手加減なしで行かせてもらいました。バトルガールの血の血を引っ掛けてきた。バトルガールですか。ワンリキリ、格闘系できるんですね。さあ、私も行かせてもらいますよ。どう行くかって言ったらね、もう拳と拳でバトルしようや。こういうところは。いけ、マハパンチ。気合ダメで、まさかの張り切られた。そこは、まあ、拳と拳で行こうじゃないですか。こちらはグローパンチ。おい、こっち来いよ。こっちもパワーアップしたぜ。さあ、かかって来いや。蹴ってくるんかい。殴れよ、そこは。って、カルテチョップとかそういう系じゃなく、そういう系か、ワニキが覚えるのは。王将、でも倒しました。っていうか、勝ちました。経験値ももらったよ。バトルガールと一つの勝負に勝ちましたよ。負けました。格が違うみたい。まあ、レベルはちょっと上だからね。なんせ、ジムバッジ一つ持ってますから。活動は賞金として540円ゲットしました。虫除けスプレーを見つけた。まあ、あんま使う機会ないんだけどもね、もらえるだけありがたいです。おう、ここも戦う子なのね。どうしようかな。ちょっと遊んでみようかな。いや、遊びでバトルはどうですかね。ちょっと危ないんじゃないですか。おう、ピクニックガールサイヤで勝負仕掛けてきた。ポッチャマを繰り出した。なんと、水タイプだったね。そういえば、ポッチャマですか。ちょっと相性まずいんじゃないですか。確かにちょっと遊んでみようかなってい、その言葉のだけあるな。強いじゃないですか。いけー。岩石封じは、蕎麦屋さんを避けるんだったね。おう、甘えられた。いや、困りますね。物理技です。押すタイプでは、物理押すタイプなのでね、攻撃をガクッと下げられると結構不利ではないけど、あんまり通りにくくなるよねって、攻撃3段階下げですか。どんだけ物理攻撃警戒してるんですか。いけー。まあ、岩石封じとガンガン攻めるしかないね、ここは。よいしょ。ね、勝てましたね。もう、ぐんぐんレベル上がって、いいですね。火炎車を覚えさせた方がいいね。どれにしようかな。グローパンチとマハパンチはほぼ変わらんのか。だったら一つの方がいいのか。先制攻撃できた方がいいのかな。でも火炎車はこっちの方がいいかな。そしたらいけい。よいしょ、新しい技、総司令官火炎車を覚えました。七夕様もレベルアップしたぜ。七夕様、ピクニックガールズと勝負に勝った。もうプンプン。怒られたけど、いや、遊んでみようかなって言われたのになぜか怒られてしまった。耳を澄ますと化け物の鳴き声聞こえない。ね、アドバンスのルビーサファイアとかエメラルドの時はさ、耳を澄ますとその化け物の鳴き声が聞こえてくるっていうね、そういう野生のポケモンの声が聞こえてきたりとかもして、そういう演出とかもあったのを思い出すけれども、この場合ルビサファの時はそうだったけど、ダイパーの時ってどうだったっけ、聞こえてたっけな。
はっきりとはあまり覚えてないけれども、桃の実とか木の実の回収して、木の実もね、ちゃんと大事だから、ちゃんと欠かさず回収して、モンスターボールをね、ここで拾うのも重要なので拾っときましょうね。戦えるよね、この子も。この辺りにはどんなポケモンがいるのかな？いろんなポケモンがいるからね、捕まえて戦う、捕まえるのがね、楽しいところでもあるよ。ピクニックガールの小枝さんですか。コリンク、私の方は進化して、たてがみがありますよ、より。威嚇でこうとか攻撃を下げられるとね、物理系で攻めてるから困るんだよね。さあ、行け、岩石封じ。まあまあさんが、まあまあ減るな。まあ、それだけまだいいか。まあ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 、最初の体当たりぐらいはまだまだいけるよ。カイングルマでは、覚えたてのカイングルマで、おー、シャー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 。火力がすげえ。おう、レベルアップ。倒して、コリンク倒したらレベルアップ。パチリスか。この、この信用地方でのピカチュウっぽい枠。かわいい電気ポケモン枠か。そういう感じだよね。つぶらな瞳。で、攻撃下げられたよ。結構ね、パチリスディフェンス強いんだよね、そして。だからどう攻めようかなっていう感じなんだけど、さらにそこで攻撃下げてくる、来られると困るね、割と。いやいやいや、連続で下げられてもね、困るっすけど。いや、行くか、じゃあ、間違えた、カイングルマやろうとしては火の粉やっちゃったよ。まあ大丈夫か。よし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 。なんとかいけましたかね、これで。経験値ももらって。おう、ミュウワンとか。ちょっとレベル、さっきそのタウンでもらったのにも、レベル15とか12とかだから、結構即戦力になりやすいじゃないですか。あとは何を本当技マシーンで覚えさせるかが大事なキーポイントになるってことや。小枝さんとの勝負に勝ちました。ショック。負けてしまった。いや、負けるとやっぱショック起きるんだね、起きるんだな。480円ゲットだぜ。ポケモンで知ってること？そうね、ポケモンにはメスとそれぞれ、それぞれじゃねえや。オスとメス、それと性別不明がいるよ。おお、こういう知識も教えてくれるのありがたいね。地下大洞窟の空気を入れ替えている通気口がね、信用地方にあるのもね、各道路とか町とかにあるのもね、この信用地方の特徴だよね。そして、アロマのお姉さんですか。私もポケモンも、いい匂いの子が大好き。そうなんすか。いい香りするのはいいです、いい香りですか。そう、いい香りするのは確かにリラックスしますもんね。スボミーさんと行きますか。アロマのお姉さん、チエさん。バトルします。スボミは、カイングルマで勝てますね。炎タイプだから、いけー、ギュイーン。倒しましたね、無事に。特性とかのあるから気をつけなきゃいけなかったけど、物理攻撃すると毒の時でね、たまに毒とかになっちゃうんだけど、なんとかね、ならずに済みましたね。アラマのお姉さんとの勝負に勝ちました。ちゃんといい匂い、わかってくれたの？カツ丼は賞金として728円手に入れました。やったー。さあ、トレーナーさんたち全員戦っちゃったかな？いい感じ。おお、ポケモン出てきましたねや。おお、カラナクシ。カラナクシさんですか。さあ、戦いましょうか。戦うっていうか、ゲットもついでにしましょうか、ポケモンの。ゴーパンチ！あ、危ねえ、ワンパンで倒れるかと思った。おぉ、そうか、水タイプだから水、鉄砲してくるよね、そりゃ。余計、
ボンスタッパー。さあ捕まえちゃいましょう。スーワン、いやカラナクシゲットだぜ。新しく図鑑に登録されます。カラナカシナンバー60、カラナクシ海吉ポケモン、タイプ水、高さ 0.3m、 重さ 6.3kg、 水辺に生息する。生息地の環境に合わせて体の形が変化した。そう、東の海と西の海でね、姿と色が違うっていうのが、色も姿も違うっていうのが特徴だよね。そうね、カラナクシさんはそうですね、じゃあ、男、オスですか、でも俺、そう、ウミウシさんだと思ってるから、ウミウシにしたいけど、ここは、ウミウシじゃあれだから、ウミウにするか。うん、あえてローマ字にしちゃう。でもカラナクシだと、ウミウシって、ウミウ、うん、これ J になってんじゃん、よく見たら。ウミウ、ウミウシ、見えづら。ボックスに置くあります。さあ次、なんかパティスいないかな。夜だと出てこないかな、もしかしたら。わお、またカラナクシですか。確かブイゼルとかもいたよね。いやー、もうゲットしてるから特に捕まえる理由はなかったかな。あと草むら探さないとね。お、ブイゼル、ブイゼル、いた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 。さあ、ブイゼル捕まえましょうか。捕まえる前に、まず HP を減らしてから、グローパンチでいけるでしょう。よいしょ。ああ、急所に当てるね、そこで。いやいやいや、当てる、急所に当てるタイミングは今じゃない。を捕まえようと思ったのに失敗した。でもすぐに出てきてくれた。よっしゃー、総司令官、今度はちょっと手抜いてくれよ。行くよ、グロパンチ。ワンパンじゃないだろうな。ワンパンなのかよ。じゃあちょっとポケモン変えないと。いや、炎タイプなら使え、このタイプの技を使えばいけっか。うおー、カラナクシになっちゃった。あー、いや、まず逃げましょう。逃げてばっかじゃ先に進めないってなっちゃうけど、まずは逃げたくはないとね。おう、ビーパさんですか。さっき勢いよくね、ブイゼルさん、ブイゼル2匹倒してたからな。てか、ブイゼルとパティレスを捕まえたいな、ここで。さあ、出てこないかな。おぉ、カラナクシがよく出てくるな。今欲しいのはあなたじゃないんだよ。よいしょ。出てくるかな。ああ、出てきた、出てきた。さっきはね、間違えて火力強すぎてね、倒しちゃったから、火の粉でやればいけるかな。おお、結構減るな。よかった、水タイプの技使ってこなくて、使ってこなかったから助かったわ。余計、モンスターボール。ブイジェルさん捕まえますよ。2、3、あいやー、ブイゼルゲットだぜ。よっしゃー、新しくゲット登録されます。ブイゼル海イタチポケモン、
タイプ水、高さ 0.7 メートル、重さ 29.5 キロ、2本の尻尾をスクリューのようにして回して泳ぐ。潜るときは浮き袋がしぼむ。なるほど、結構、だから浮き輪になったり、それを浮き輪の空気に入れたり抜いたりすることができると。じゃあ、名前はどうしましょうかね。浮き輪、浮き輪にしましょう。で、ボックスに送ります。さあ、パティリスを狙いましょう。出てきてくれると、早めに来てくれるといいんだけどな。谷間の発電所行った方がいいかな。その方がいるかもしれないからな。よいしょ、谷間の発電所の方行こう。さあ、パチリス、この辺だったら出てくるんじゃない？おや、VZ が出てきましたね。ちょっとポケモン図鑑で出る時間帯とかちゃんと調べないといけないかもしれないな。図鑑はどこだ？図鑑で、パチリスは、どこでしょう？パチリス、いたいたいた。分布は？あ、ちゃんと夜でもいるから、頑張れば探せそうかな。ヤルマーは？ヤルマーはここには、このエリアにはいないのか。コトブキシティのミオシティ方面か。波乗りないと捕まえられ、波乗りがないとダメか。ポリータは？ああ、この道の方にはおらん。じゃあ、まず狙うは、パチリスだな。結構出てこないんだよな、パチリスって。おぉ、VZ か。VZ はさっき捕まえてたからな。とりあえず、パチリスを狙っていく方がいいでしょう。さあ、おぉ、出てきた、出てきた、出てきた。来た来た。さあ、捕まえましょう。気をつけないと本当にゆっくり倒しかねないレベルだな。うん、どうすか。モンスターボールやってみっか。本当は HP 少し減らしてからの方がいいんだけど。どうだ、いけっか。いけ、いけ。よし。やったー。パチリス捕まえたー。よーし。ナイスです。いいぜ。パチリスのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。パチリス、ナンバー55、パチリス、電気です、ポケモン。タイプ電気。高さ、0.4 メートル。重さ、3.9 キロ。ほっぺの電気袋で作った電気を尻尾から打ち出す。木の上で生活している。かわいい、かわいいですよね、ほんと。パチリスさんはね、どうしようかな。パチリスさんだから、おっと、パチパチにしようかな。あれ？あ、そうか、ローマ字で入りきらないわ。あれ？丸ってどうやったっけ？こうか、こうか。パー。あー、パチパチでもいいけど。あー、間違えてる俺。センスが、まあ、ないけど、俺は。パチリスだから、こっちにする、これにするかな。パリピにしよう、パリピ。パリピー。
あ、待って、入れる前に、強さ見よう。特性は逃げ足か。どうせなら物拾いのやつ欲しかったな。物拾い持ってればさ、アイテムとかゲットできるからいいかなとか思ったんだけど。まあ、良いでしょう。捕まえることができましたし、無事に。お、何ですか？ポケモンの気配？体くしですか。まあ、捕まえませんね、今は。逃げましょう。さあ、次。白帯の森方面へまた向かっていくぜ。よいしょ。よいしょ、ここの方かな。ここは回復できるとこだったかな。お前一人で白帯の森抜けられるのかよ。いきなりなんか挑発的な少年に出会いましたな。なんだか疲れているようね。少し休んでいきなさい。ありがたく休ませていただけ、ありがたく休ませていただきます。あなたもポケモンもすっかり元気になったわね。ありがとうございます。そうしょう。白帯の森入り口。ここ帰るとね、白帯の森なんだよね。白帯の森はね、いろいろと鍛えることができるからね、すごくいいとこなんだよね。ここにお姉さんがいるんだよね。はじめまして、私の名前はモミ。あなたは、カツ丼さんって名前なんだ。ねえ、カツ丼さん、お願いがあるの。この森を抜けたいけれど、私一人じゃ心細いの。銀河団とかいう怪しい人がうろついているって聞いたし、旅は水連れって言うでしょ？ね、一緒に行きましょうよ。カツ丼はモミと一緒に行動することになった。傷ついたポケモンはすべて直してあげますからね。そう、ということでね、このね、拡大の森はね、このモミさんと一緒にね、旅することに、一緒にね、行動することになるわけなんですけどね、回復することができるという、すごくありがたい、回復してくれるという、すごくね、ありがたいことが、ありがたい方とね、一緒に、旅することができるのでね、この森でね、しばらくね、強化をしながら、レベル上げをしてね、次の、白帯シーの方へとね、向かっていきたいと思いますので、今回はですね、ここまでの動画で一回切りまして、次回はね、この白帯の森で修行をして、レベル上げをしていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。というわけでですね、ご視聴のほどありがとうございました。また、次の動画でお会いいたしましょう。次は白帯の森修行編でございます。そう、白帯の森でしっかりと修行をして、レベル上げをして、白帯の森を抜けていく、ということになっていきます。というわけで、また、次回お会いいたしましょう。さようなら。